アジアカップメンバーのベストイレブンはこちらです。いろんな何の入るだろう、人が入ってる。終わる頃には上田、伊藤、菅原あたりも追加されてると期待。今季のタレミって渋い気がするけどどうなんだ。稲妻は入らないのか。伊藤は入るべき。ひちゃん入らないんだ。プレミアで2桁得点してるのに入れないひちゃんかわいそうすぎるわ。さすがにソータ、板倉だし、左ウィングバックは水戸までいいし、トップはひちゃんで右ウィングが伊藤がだと、タレミはもう油は乗り切った。ひちゃんだろ、センバも変なのより板倉だろ。ハンヒちゃんとか伊藤とか板倉って意見もわかるけど、妥当なラインではある。タレミは今はそんなだけど得点王を取ってるとかは大きい。日本と韓国だけでいいよ。毎日サッカーに関する動画を投稿しています。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。